モーター RSS 系ではモーター制御開発支援ツールルネサスモーターワークベンチをご使用いただけます。ここではそのツールを使うために必要な環境構築の方法について説明します。まず最初に通信用ケーブルを使って CPU カードとインバーターボードを接続します。続いて USB ケーブルを使って PC とインバーターボードを接続します。これで接続完了です。続いてモーター制御開発支援ツールルネサスモーターワークベンチをダウンロードします。ルネサスソフトウェアダウンロードサイトからダウンロードしてください。なおダウンロードにはユーザー情報の登録が必要です。次にダウンロードしたルネサスモーターワークベンチの中のインストーラーのフォルダを開きます。インストールを実行します。以上でセットアップが完了しました。ルネサスモーターワークベンチで使用する USB ドライバーは Windows の標準ドライバーになっていますので、電源を入れたモーター RSS 系と PC を接続すれば自動的にインストールされます。以上でルネサスモーターワークベンチの使用環境が整いました。